ルーズベルトアイランド橋は、イースト川のイースト海峡を横断し、ルーズベルト島とクイーンズ区アストリアを結ぶ小海峡である。公共交通機関を使用しないで、車両、または徒歩によってルーズベルト島に出入りするには、元橋を利用する以外ない。1952年3月17日に建設が始まった。建設費用は650万ドルであった。 1955年5月18日、ウェルフェアアイランド橋として開通した。1973年にルーズベルトアイランド橋に改名された。船舶の通行のために橋桁を上げると、水面から30メートルの高さとなる。橋の幅は12メートルであり、全長は877メートル。メインスパンは127メートルである。 元橋が建設されるまで、ルーズベルト島に公共交通機関によらずに出入りするには、クイーンズボロ橋に設置されていた車両乗降エレベーターを利用するしかなかった。2008年の日平均通行量は1161台。ルーズベルト島内の交通量を抑制するため、元橋から島の入り口にある駐車場に直接乗り入れが可能になっている。 駐車場は1974年に完成し、1990年の終わりに拡張された。2001年、ニューヨーク市運輸局により、メンテナンス費用の削減のため、元橋を固定橋にすることが検討された。イースト川を通行する船のほとんどが、元橋とルーズベルト島を挟んで、反対側となるウェスト運河を通行するため、船舶の通行のために、 元橋の橋桁を上げる頻度が少なかったためである。しかし、国際連合本部ビルでの国連総会の間、ウェスト運河は保安上の理由で閉鎖されるため、この橋の橋桁を上げて、船舶を通行させることが多くなる。クイーンズボル橋が背景に見えるルーズベルトアイランド橋のクイーンズ川。ありがとうございます。